メンタル強めクイズ。私がこの世で一番増えてほしくないものってなんだ。正解は暴力です。言葉編だと例えば、消えろ、こんなひどい言葉言われたことある人、はい。見て見て、強がってる、やば。消えられない、私まだまだ消えるわけにはいかない。ブス、キモいんだよ。デーブ、バカなのお前。世の中にはこんな言葉を浴びて傷ついたまま生きてる人がたくさんいるから、やめてよそういうこと言うの。はあ、こんなの冗談でしょ。この程度で傷つく方が悪い。そんなんでこれから先どうやって生きてくの。あなたは何も悪くないんだよって言ってあげるの。同じように一人ぼっちでしゃがみ込んでる誰かにこの手のぬくもりを届けられる日まで、私は絶対消えたりできない。スペシャルプリンアラモード、バニラアイス追加でお願いします。消えろとか死ねとか簡単に言ってくる人いるけどさ、私が本当にこの世全体からいらないって思われてる人間なら空気吸うのに罰金取られてるはず。でもそんなことないもんね。ってことは私、やっぱり堂々と生きていい。これから大人になっても世の中の悪意は全消去できないって知ってるけど、それでも私は立ち向かう。きっと誰かの力になれるから。白川さんにとって言葉の誠実さは人格の誠実さ。暴力よりもみんなの思いやりが何百倍も上回る優しい世界を作ること。その夢を叶えるべく白川さんは今日も消えずに堂々と生きているのです。白川さん、このレトロ喫茶店知ってる？高校の時常連でした。案内しますからみんなで行きましょう。美しさの基準は顔もスタイルもトレンドも世間がこれが正解って決めちゃうけど、美の正解は自分たちで増やしまくった方が絶対にお得。人にも自分にも優しくなれるから。月末の残業終了。あー疲れた。さて帰る準備。ハードな仕事終わりにブラックコーヒーを静かに飲む梅本さん、安入いな美が漂ってる。大人の色気って感じ。はあ、何言ってんのよ。こんな顔もテカテカ、髪もボサボサ状態の先輩に。テカテカボサボサは私も、ふとした日常の美こそ私の大好物です。目指せ安入い美シスターズ。大体何よアンニュイって。フランス映画的な。そう、 BGM で私がシャンソン歌いますね。ルルルル。自然と心に染みてくる私たちの美しさって絶対にある。しっとり潤んだ不安げな瞳も冬の水辺のように美しい。照れた笑顔も人の心をポカポカさせる春の日だまりのように美しい。つまり私たちはどう生きようとますます美しくなっちゃうマインドで自信を持っていいのです。化粧下地でお肌にツヤを仕込むように、滑らかにツヤっと丁寧に、
目に見えない自分流の経験と慈愛で人生に美を仕込んでいこう。目に見えなくってもあなたの毎日の頑張りもとっても美しいよ。美しい先進性の土台を育てていけば、自信というベースメイクは崩れにくい。星の数ほどある美の正解を心の美容ノートに一つずつ記していく白川さんなのでした。今日グリーンの化粧下地使ってみました。透明感すごい。どこの下地か教えて。ボイスコミックでは見られないお話もたっぷり収録。コミックス、メンタル強め美女白川さん、好評発売中。